さんの段、ごめんなれ。今少し遅くば、この首は飛んでおった。聞けば、そこの小十郎の助言に従い、服従を決意したそうじゃな。はっ。この政宗には過ぎた家臣にて。許す。これよりは君臣一体となってわしを支えてくれ。ありがたきお言葉。伊達家は奥州を制覇した。だが伊達主従はあくまでも冷静だった。天下人豊臣秀吉と盟友北条家の力量を見極めた末、豊臣に服従し秀吉の北条攻めに駆けつける。この政宗の決断には側近小十郎の健作と最下孫一の力添えが大きかったという。自らの野望を隠し、政宗は小田原包囲に参加した。すべては伊達家の皆を守るために。主従の将、小田原征伐。地の小十郎、参ります。いらっしゃいませ。お買い得品があります。マイガリ、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 ありがとうございます。ありがとう。お派手にかぶ。城の構えを崩さ、こんなりゃ北条を打ち出すも、その子らも全て打ち取るまで。
踏ん張ってやがんな。大した男気だぜ。何をもたもたしてやる。火を使って浴び出せばよいわ。マサムネ様がそう仰せられると存じ、すでに城内に黒羽織組を忍ばせてございます。Yeah.
そのメガネ、キラッと輝いとるぞ。敵将、討ち取りましょう。では本気で手合わせします。やりすぎてしまいました。これも戦にてお許しください。
討ち取ったり。負けしているか。家族のため一丸となって戦うが王城の精神。そして家族とはこの関東の皆のことじゃ。ちょくら豊島の奴らに挨拶してくれ。宇島さん、城は任したぜ。はっ、父上、帰りまで城は支持します。開門。関東は北条だ。わしらが死んでも守る。ここでお前たちは道連れじゃ。無双の名、僭越ながらいただきました。天下天下とほざいて戦してる限りよ、何万の民が傷つき泣いてんだよ。そいつらの涙全部拭う覚悟はあるのか。俺が見定めてやろう。見せてもらおうか。今までに散った者の涙、血、全部わしの心に刻まれとる。ここでお前さんの魂も刻み、皆が笑って暮らせるよう作ってみせるわ。おお、ようやった。戦もはかどるわ。では本気で手洗いします。お許しくださいませ。
まいました。それでこそ小十郎よ。たとえ北条が消えたとしても家族を思う心は消えない。ずっと乗ってきた。兵だせるなら獅子が極むくぜ。歩くなよ。先月私に天下国家は勝てる。ただ政宗様のため働くのみです。うん、そうで言うじゃねえか。天下だなんだって大言吐くやつよりは信用できる。ではぶしつけながら相模の獅子の首頂戴いたします。うん、不相応だな。その根性叩き直してやら。これも戦にてお許しくださいませ。お前さんの血も誠にあっぱれ。あ、わしの家臣にならんか。五万石の大名にしてやるぞ。ご無礼ながらお断りいたします。政宗様の右目をえぐってから今日まで私は一心不乱に政宗様のために働いてまいりました。ただ主から右目を奪った負い目ゆえにですが、今ようやくわかりましてございます。私は右目をえぐったことで政宗様から居場所を与えられたのだと。私は政宗様に救われたのだと。私のあるべき場所はただ一つでございます。自らの目と引き換えにかけがえのない知恵を得たか。伊達の小僧、やはりただもんじゃなかったわ。しかし政宗は幸せもんじゃのう。わしは切にお前さんのような側近が欲しいわ。